中田文は、日本の映画監督、アロマ研究家。兵庫県神戸市出身。慶応義塾大学文学部哲学、科美学、美術史学、専攻卒業。大学在学中の1981年、寺山修司主催の演劇実験室、天井桟敷による第29回公演、百年の孤独の台本進行を務め、寺山より映画を撮るよう進められる。 女優活動の後、元 P モデルの秋山勝彦と音楽ユニット L ノットジャを結成。パルコモダンコレクションでのパフォーマンスでデビュー。この頃、三分、天使の不思議流行通信をペオトル工房 EOS 市場で連載。ライブ数回、シングル1枚、カセットブック1冊という短い音楽活動の後、ニューヨークのファッションブティックのリサーチに関わる。その後、 化粧品会社で香りの企画に従事し、2003年に参加したアップリンクのワークショップをきっかけに映画を撮り始める。2005年、作家中村うさぎについてのドキュメンタリー、歌方を公開。2008年、映画美学校にて、スワーツヒコ監督との実験的ドキュメンタリー、セッション D を発表。2010年、香港インディペンデント映画祭、2011年、 ポルト国際映画祭にて、歌方及びミュージシャン祭記建造に関する音楽ドキュメンタリー、シーキングダムが招待上映される。2012年、女優、アコを追った、私は女優が、ザ・高円寺ドキュメンタリーフェスティバルで入賞するが、制作サイドの事情により辞退。2013年、当時92歳のバイオリニスト、小島良一を題材に、フィドラーを撮影。 2015年、ビデオアクトの戦後70周年記念オムニバスに、少年飛行兵だった父の3分間映像、赤とんぼで参加。2017年、東京都美術館ギャラリー A で開催された、切断芸術運動というシミュレーションアート展にて、現代美術家、彦坂直義の個展でのパーティー風景を捉えた、短編映像、RE、レボリューションを展示。近年は、 嗅覚アートの制作も行っている。ありがとうございます。